憧れのスイスフラワーハイキング7日目。本日のハイライトは朝焼けのマッターホルンとゴルナーグラート登山鉄道沿線のハイキングです。まだ朝の4時です早朝4時過ぎにホテルを出発、朝焼けのマッターホルンを目指して街中の夜道を30分ほど歩きました。そして地下を走るケーブルカースネガエクスプレスに乗り、ゼルマット駅標高1620メートルからスネガ駅標高2288メーターへわずか3分、さらにスネガ駅から空中のケーブルカーを2台乗り継ぎ10分ほどでノートホルン駅3103メーターに到着。そして徒歩でノートホルン展望台へ。到着は6時少し前でした。そこには雪明かりに浮かぶマッターホルン、でも頂上は雲の中でした。朝焼けは絶望かと諦めかけたその刹那、雲が流れ頂上が見えました。やがて後方の雲が朱に染まり、マッターホルンの朝焼けが始まりました。それはこの世のものとは思えぬほど美しく神々しくさえありました。そして朝焼けが終わると、何ということでしょう、また頂上は雲間に隠れました。これは嘘のような本当の話です。朝焼けのマッターホルンに話を戻します。今朝明けやらぬロートホルン展望台は日本人で埋め尽くされました。ケーブルカーの始発は8時で、我々は早朝5時の臨時便、他社のツアーも乗り合わせ、乗客は日本人観光客ばかりでした。早朝の朝焼けなどに興味を持つのは日本人だけなのでしょうね。
それにしても臨時便さえ出させる日本の観光会社の実力には驚きました。そしてそんな注文にも対応するスイス、さすが観光立国の国ですね。ツェルマットに下山後、登山電車で約1時間ゴルナグラード展望台へ。展望台からマッターホルンとコルナー氷河、モンテローザ山群等が一望に見渡せ、その景色は世界的に有名だそうです。でも残念ながらあいにくの悪天候、見えたのは寒々した氷河のみでした。まあまたスイスにいらっしゃいということなんでしょう。でこの3分の1が今スイス側向いていて、奥に大きく3分の2はイタリア側にある、ね、イタリアとスイスの山ですね。11時、再び登山電車で一駅下のローデンボーデンへ。そこから日本語ガイドさんが同行してリッフェルベルクまでのハイキングです。標高差233メートル、距離 2.2 キロメーターを1時間ほどで下りました。途中のリッフェル湖は湖面に生える逆さモッターホルンの美しさで有名ですが、残念ながら逆さマッターホルンも霧の中で見えませんでした。でも道すがら小さな可憐な花々が我々を楽しませてくれました。美智子は花の写真撮影に夢中で常に最後尾、天井補佐の池田君には随分と気を使っていただきました。ありがとうございました。
ホテルリッフェルベルクで持参のお弁当の昼食、その後自由行動。私たちはハイキングを続行。午後3時過ぎツェルマットに戻りました。ツェルマットでは街中を歩くヤギの群れに遭遇したり、たまたま通りかかった教会でアルプホルンの演奏を聴くことができました。添乗員の加賀さん、個人的なご努力で数々の乗車証明書や登山証明書を取得してくださり、感謝に堪えません。この種証明書があることすら知らない我々ですから、加賀さんの個人的なご努力にただただ感服しました。本当にありがとうございました。